はいどうも、山木です。今日は、ソマチットっていうね、ちっちゃい、ちっちゃい、ちっちゃい生命体の話と、あとまあ、ちっちゃい、ちっちゃい世界の菌類だったり、そういうところの話をちょっとしてみようかなと思います。で、ソマチットに関しては、えっと、下に動画貼っときますね。 で、まあ不思議な生命体なんですよ。まあ寿命、ちっちゃい世界の人だって大体あの寿命ってあんまないんですよね。条件整ってたら結構ずっと生きてっちゃう連中がほとんどです。で、その中のソマチットってやつはあの、もしね、歴史が本当だったとしましょうよ。 ね、俺はちょっとかなり疑ってますけどえ、でも、まあ本当だったとしましょうよ。で、その、ソマチットってそのものはね、すんごいちっちゃい生命体、DNA を持たない唯一の生命体です。で、その生命体、ソマチットってのは、まあ下の動画の中に詳しく説明されてるんで、えだいぶ省いて話をするんですけど、 まず人間のホメオスターシスっていう向上性維持機能ってとこにだいぶこれ関わってんじゃないのと言われる生命体です。で、ソマチットの中でも2種類あるんです。その現代ソマチットっていうのと古代ソマチットっていう世界があってね。で、古代ソマチットってやつは な突然こう言われてもわかんないですかね。ソマチットってのは0.5ナノから50ナノとか70ナノっていう大きさと言われてます。で、人間の DNA の幅が2ナノです。だから DNA の幅よりちっちゃい生命体です。で、それがいろんな場面であの活躍してるっていうかね、まあ、動画見てもらったらわかると思うんですけども、その 人間のホメオスターシュス、向上性維持機能ってとこにだいぶ深く関わってんじゃないのと言われてる生命体でね。で発見した人は、フランス系のカナダ人のガストン・ネさんって方が、ま、第二次世界大戦の頃に、ま、発見したと言われてます。で、その発見してね、で、人間の、まあ、血液の中とかのソマ末との動きを観察してったら、 その、慢性病やら何やらとかの人らの体の中のソマチットって、もう塊を作って、で、そこで活動を休止していたり、あるいはもう自分で殻を作って、その中にも閉じこもって活動をやめていると。で、健康な人の体の中では活発にそれが動いてるよっていう物質でね。で、これが、じゃあ人間の生命に大きく関わってんじゃないか。 と言われてますでこれがねあの歴史が本当だったとしましょうよで北海道ってまあ函館半島があって北海道の本体があってでここが昔分かれてたらしいんですでこの間に住んでた神尾錦貝っていう貝が北海道がグググググッと動いてここの海が閉じ込められちゃったらしいんですでその時に その中に閉じ込められて化石化しちゃった神尾錦貝っていう貝があって、貝の化石ですよね。で、これはアイヌの伝承の中なんかでも、この化石を削って飲むと、この体元気になるよ。で、万病に効くっていうことは伝承として知られてたみたいなんです。で、その、まあ、神尾錦貝から取れたやつを一応古代蕎麦と、 化石から取られてくるもんが古代ソマチットって言われてますで現代ソマチットと大きく違うのは性質が全然違うみたいなんですで現代ソマチットってのは例えば人間が酒を飲んだりするとソマチットお酒嫌いみたいなんですだから人間が酒飲むともうソマチットの動きってなんかグズ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 ,グズして嫌だなって感じになっちゃうんですよ だけど、古代ソマチットってのは、やったらもう酒入ろうが何しようが、もうやったら活発に動いてるみたいです。で、ソマチットっていう生命体は DNA を持たずに、で、栄養源、エネルギー源となるのはマイナスイオンだと言われてます。で、これが活発に動いてる時っての生命体も活発な、まあ健康な状態ですよね。で、 ソマチトってのはもうあらゆるあらゆるところに入り込んでますだからウイルスの中にもバクテリアの中にも植物の中にも動物の中にも全てに存在してると言われてますで人によってはこれがプラーナーその木,木だという人もいますで超微小生命体で その神尾錦鯉に閉じ込められて、これ2500万年前って言われてます、ね。歴史が本当だったとしてよ。で、2500年前にその閉じ込められた神尾錦鯉。で、普通は生命体が死ぬと、そこからソマチットは死体から外に出てくるみたいなんです。ただ、閉じ込め、バーンと閉じ込められた、自己的に閉じ込められた中のソマチットって抜け出せないから、 その神尾錦鯉の貝の中で石灰質の殻を作ってカルシウムの殻を作ってでその中で万年眠っていたっていいいたたう状態だったらしいんです。でそこからそこにあの、まあ、塩酸なりなんなりでカルシウムを溶かしてでそこに水を与えるとその水の中のマイナスイオンが反応するんでしょうね。 そこから2500万年の眠りからまた目覚めて動き出したりするんです。で、ガストンネさんがやったってのは、発見したガストンネさんは、これがその人間のホメオスターシスに大きく関わってるってことを知って、で、それを、まあ、末期がんの患者に投与してったらしいんです。で、末期がんの患者1000人って言ったかな。 なんか投与してって末期癌の方がそのうち750人が回復したみたいなんですそしたら都合の悪い人たちがいるわけですよ <laughs> おいおいおいとんでそんなもん本気で直してんだと言うんで訴えられちゃったんですカナダ政府と製薬会社からで裁判を起こされたんですけどでその裁判ってのはその ガストン・ネサンっていうのは科学者であって医者ではないんですだからその不正医療行為によって治らなかった250人25%の人たちを不正医療行為によって死に至らしめたっていうことで訴えられたんですでそれは新聞にも大きく報道されたみたいです当時ねでも実際裁判になったらその治った 治してもらったっていう750人の方が法廷で証言をし始まって「いやいや俺たちはこの人に助けてもらったよと」とでたまたまそれが効かなかった人たちが25%いたんでしょうと 75%750 人はもうほんと末期がんのもう死を覚悟してる世界ですよね。そここからら助けててもっったよっていうことを 証言台で語り始まってで無罪判決が出たんですけど訴えられた時はでっかい記事で出るんだけどちっちゃい記事でしか出ないんです無罪判決が出たってのはねそういう感じでその医療の闇ってのは昔からずっと存在してんですよねでまあその辺の話ってのうのを、まあ、下のねそのガストン・ネさんの記事是非見てみてください。 でね、ちっちゃい世界の人たちってのは本当にあのまか不思議な世界であのうちもこれ藍染めの液発酵で作ってるんで発酵もうちにあるのは270の亀が4本ですだから約1トン近くの発酵してる藍染めの液がうちにありますね これどんだけの菌類住んでんだろうって思うと、ヤクルトのあのちっちゃいサイズで、1 5億個なんかですよ、乳酸菌がね。おったらそれが1トンって思ったら、うどんだけ <laughs> って思っちゃうんですけど、まあでもね、ちっちゃな菌類の世界っての本当まか不思議で、本当、あの、いろんな話あるんですけど、 今日はちょっとそこを垣間見る感じで、ご紹介してみたいと思います。ね、あの、年金っていう、あの。ネバルキンって書くんですけど。でも年金こそ神だって唱えてた。南方熊楠っていう年金の、本当年金の世界の第一人者ですよね。あ、天皇の前で、午前、午前授業みたいなこともやってた人です。 んで、年金の世界ってのは、ほんと不思議でね、俺らちっちゃい世界のことを見たら、もう全然おまけわかんないじゃないですか。なんかちっちゃい生き物がいて、そこの、まあ、彼らの都合でいろいろごちゃごちゃやってんだろうな、ぐらいの感じでしか、普通は見れないですよね。だけど、例えばね、あの、アクリル板とかで、 その迷路を作って、その真ん中にあの年金の金賞、あの金の金のとこみたいな年金のま塊ですよ。それをポンとその迷路の真ん中に置くと、真っ先に正解のルートにその金止を伸ばしていくらしいんです。そういうことだったりね。で。あと、昔の江戸時代。 とかの話をいろいろ、うち江戸時代の技法で藍染めやってるんで、江戸時代ってのはどうしてもやっぱ興味持って見るんですよ。そうしたら、昔のあの、ま、醸造蔵を持ってる旦那種、酒蔵だったり、そのね、味噌蔵だったり、お酒の発酵蔵だったりね、で、その醸造させるっていう金を、 働かせるわけでですよでその発行は発行にまつわる皆さん旦那中がねやってたことってのはあの例えばえどっかに出かけてってでそこで新しい人との出会いがあった時にその旦那があこいついいやつだなって思ったらそ,そのまあ相手にね 今度遊びにおいでよと。んで、え、一緒に飯食って酒でも飲もうや。って誘うじゃないですか。ほんで、その人がそこに訪ねてきたら、真っ先に醸造村に連れて入るらしいんです。で、醸造村に連れて入って、その後でその酒飲むなり、飯食うなりを座敷の方でしたみたいです。でね、そこの旦那が、その醸造村の旦那が、 こいついいやつだなって思った相手が持ってる金ってのはその蔵にとってもいい金らしいんです。だからそのいいやつだなって思ったやつをまあ醸造ぐらい連れてってそこでそいつが持ってる菌をそこに放出させてそれから座敷にあげたっていう話があります。でね菌類ってのはこれ 人間の生活にとってね、えまあ、人類を絶滅させんのも菌だって言われてますけど、確かにそうだと思います。でね、その菌類って連中は、あの、例えば自分の中にも菌類って、誰しもの中に菌類っているじゃないですか。でね、その菌が相手の菌と、 こいいいつはいいでその菌が金同士が認め合わないと人間関係も発生してこないみたいなんですその後の展開がねだから恋愛関係なんてなおさらですよでその菌類ってのが菌類同士が認め合わないと人間関係もましてや恋愛関係で恋愛関係なんてしったら ねえ、まあ、いろんなことするわけじゃないですか。で、その中で菌類が荒廃をしていくっていうことで、まあ、そういうことが起きてくるみたいです。で、その菌床っていうね、菌、菌の塊が作っていく、その菌類のネットワークっていうのが、その、えー、まあし、人間の神経、シナプスの広がり方とか、 あと都市の通信網だったり道路の交通網だったりあと銀河同士のつながりと相似系を持った形でその菌類っていうのが広がっていく世界があるよと本当あの顕微鏡で見た世界本当に似てますよ通信網とかね交通網とかそういうものと菌類っていうのは 掃除系を取ってるよと掃除系を取るってことはエネルギー的な流れがきっと一緒なんでしょうねと俺は理解してますであのー、菌類っていうのは条件整ってたらまあ死なない <laughs> 寿命っていう観念がないんですそこにはねずっと条件整ってたら細胞分裂しながらどん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 増えていくわけですよで ある霊能者の人は、あの、迷った時はもう金に効いちゃうっていうね。菌類って、だってこの地球に動物植物が登場してくる春が前にウイルスバクテリアの類が、まあソマチットが動いてた、その前にはソマチットが登場してきたんでしょうけど、で、まあ、地球上が ドロドロの塊ドロドロの状態からだんだん固まり始まってでそこで海ってのが塩酸の海だったもんが硫酸の海岩石からミネラルを溶かし出して硫酸の海になってってで大気もちゃんと今の状態じゃないから宇宙船っていうねもう放射線ですよそれがバンバン地上に降り注いでる状態の中でで バクテリア類がそれを栄養源にして動き出してで今のこの地球っていう大気環境だったりねで水の環境だったりを作ってきたわけですよ。なもう人類なんて本当ね歴史の中で見たら本当下っ端ですよ。もう大先輩菌類はもうこの世の大先輩ですよね。だ人間ののお腹の中にも ね、善玉菌悪玉菌みたいなことを言われたりするんですけどこれね善玉菌悪玉菌って言われたらみんな善玉菌増やしたくなるじゃないですかねその悪玉菌にガバーンとやられてる人たちはもう善玉菌を増やすっていうことはもう是非やってほしいんですけどもただねこれ行き過ぎちゃうと意外と駄目だったりするんですよ だ腸の中でもう主に小腸ですよね小腸の中で善玉菌ってものがバーっと活躍してねである程度その健康な食事をとっていった時には善玉菌ってのがバーっと増えてくるでこれのいい割合っていうのが大体8割ぐらいらしいんですであとの2割ってのが悪玉菌がいて。 で、善玉菌がまあ2割で悪玉菌が2割で、間に日和美菌っていう連中がいて、で、その日和美菌ってのは善玉菌が優勢になった時に善玉菌にはっと味方していくんです。で、悪玉菌の動きってのがぐーっと抑えられていくんですけども、これがね、人間ってどうしても一生懸命になっちゃったりするんですよ。でね、その善玉菌、 だけに意識してったりとかよで善玉菌がバーンともし100%っていうかほとんどが善玉菌になっちゃったら善玉菌って死滅しちゃうんです目的生きる目的存在する意義を失っちゃうんですねだから増やせばいい善玉菌に支配されればいいそしたら健康になるがといえば それがどうも違うんですこういう地球の善悪の仕組みと一緒ですよねうんと善だけになっちゃったら善だけではやっぱ成り立たないんですエネルギーが流れなくなっちゃうんです存在意義を失っちゃうんですね人間ってどうしてもあ善玉金悪玉金って聞いたらあじゃあもう 悪玉金一個もいないようにってしたくなるじゃないですかえでもそれじゃいけないんですよそれじゃ成り立たないんですで世の中の仕組みもそうですよあのねいろんな政治家やら何やらがなんでそんなことすんのとコオロギこっからバンバン食わせようみたいな感じでいたりねほんでいろんな「うわお前本気かよ」っていうね 悪魔の所業に近いなと思っても、これはね、憎んではいけないんです。憎むっていうと自分が傷つきます。だからね、それはそれとしてあるんだなと。ね。だから、あの、マスクしろ、ね、これ打ち込め打ち込めってのも、ある意味、見方変えるとね、これは、 本当ひどい、ひどい仕打ちだと思いますよ。で、こ,こから、なんだっけ、6月かなんかに、なんか、大増税解散選挙みたいな、そんなことあるとか言ってっけど、あれね、人類の目覚めを促してるっていう、ある一つの側面は、そういう意味があります。もうここで気づけよと。ね。ここで気づかずに、 ゴキブリミルクまでを体にいいとか言って飲む人もきっと出てくるんでしょうね。コオロギうまいって食った後でね。まあ、そこまでいっちゃう人は、も正直、救いようがないかもしんないですね。でも、いい加減気づけよと。ね。そういう意味で、この世界は今、 本当ひどい、ひどい状況ですよ。笑えない状況ですよね。だけど、それは早く気づいてねっていう、まあそういう意味合いもあるのだと、俺は思ってますで。ちっちゃい世界の話をね、もうちょいしてみると、例えばあの、トキソプラズマっていう単細胞生物、寄生虫ですよ。で、猫に寄生してる。 でこのトキソプラズマが、まあ、他の個体の猫に感染してくるル,ルートって例えばあのトキソプラズマを持ってる猫がある日ネズミを見つけてねでそのネズミを取ろうとしてでバッと狩りに行ってたまたま取りっったとでもちょっと傷は負わしたっていう状態の時に。 その傷を負わした傷口からトキソプラズマはそのネズミにまず入るんです。で、ネズミに入って、ネズミに入ったらネズミの脳をいじくり出すんです。トキソプラズマがね。で、そのネズミの脳を働きかけてって、そのネズミが恐怖を感じた時にドーパミンをドバッと出すように、そのネズミの脳をいじくっちゃうらしいんです。で、 いじくられたネズミはまた次の機会にどっかで猫とかね自分を捕食する動物に出会った時にパッと恐怖を感じて「やばい逃げる」っていう行動を取るじゃないですか。で「やばい逃げる」ってと逃げようとした時にそのトキソプラズマにいじられちゃった脳はドーパミンをドガーッと出してくるらしいんです。そうするとネズミは 恐怖で逃げようって思ったのにその瞬間にドーパミンバーンと出ちゃうと気持ちよくなっちゃってそこで動けなくなっちゃうらしいんですそうやって次の捕食者に食われちゃうんですネズミはねそうやってトキソプラズマって他の猫とかに感染していくんですすんごい作詞ですよね,もう人の脳をね 人じゃないね。ネズミの脳をどうやったらドーパミン出るようにできるかなんて知らないじゃないですか、俺ら。だけど、ちっちゃいやつらそれやるんですよ。そんなことできちゃうみたいです。だからね。おもあの、まあ、藍染め駅も発酵ですけど、なんかぬか漬けとか食いたいなとか思って、ぬか漬けね、作ったりするんですけど、 そういう観点で見るとあれこれ俺がぬか漬け食いたいのか乳酸菌がひょっとして俺に入りたがってんのかどっちだろうみたいなねこうほんと区別つかないっすよねだ意外とちっちゃな世界の生き物たちに意外と俺たちってやられてんのかもしんないっすねコントロールされてるかもしんないっすよ う、ね、んとちっちゃな世界ねえ妥協がごちゃごちゃしてるっていうだけだと思ったら全然違いますねやっぱ大先輩ですよちっちゃい人たちねまあ今日は <laughs> そんな話をしてみましたで次回はえー、っとねちょっと今日は迷ったんですけど まあ、健康つながりでちょっとソマチットとかも、ぜひ知ってほしいなと。その健康に興味持ってたらね。で、古代ソマチットってやつは、楽天なんかでも売ってます。えなんか、なんだろう、一万しないですね。こんなやつで、えまあ、錠剤になってんのかな。あれを買ったことないですけど、確か七八千円ぐらいで古代ソマチットで、 楽天で古代ソマチットで検索したら出てくると思います。まあ動画見て興味持ったらぜひその辺もね、もし健康に不安があったりであるいはそのガンっていうものと身近だったりしたら一個の選択肢としてね古代ソマチットってのもこれは有効だと思います。で次回はえっ、ー、とね予言の話予言はねこれ <laughs> 怪しい世界大好きだからやっぱり予言っていっぱい見ちゃうんですよ。で、その中でもまあ、日つきしだったり、ホピの予言だったり、その辺はすごいなってね、的中率かなり高いと思います。まあその辺の話を次回ちょっとやってみますね。で、あと、あチャンネル登録と高評価、ぜひ、 よろしくお願いしますでおかげさまであのチャンネル登録者もだいぶ増えてきましたであのここのチャンネル収益化しないよっ言ったんですけどこれ収益化まだし,しようとしてもさしてもらえない状態でねチャンネル登録者が1000人いかないともう YouTube からもまだ相手にされない状況で,でひょっとしたらあのあ あのね、聞いてみたいんですけど、これ、まだ収益化できない、収益化ってのはコマーシャルくっつける、ね、コマーシャルから収益を得るっていうところなんですけど、ここまだもう500人も行ってないチャンネルなんで、収益化しますかみたいなことも YouTube から全然言われてない、相手にされてないんですけど、で、この状態で、これコマーシャルって流れてるんですかね 俺、YouTube はあの、プレミアムに入ってるんで、コマーシャル一切流れないんで、自分でちょっと確認しようがないんで、もしこれ見てる人で、ああ、今、コマーシャルくっついてるよっていう人がいたら、ぜひ教えてほしいんです。で、これ、1000人いたら、登録者が1000人と、あとなんだっけ、再生回数が、だっけかな再生時間だっけかな,な ?4000 かなんかまでいかないと、 その収益化しますかっていうね、YouTube からのそういうとこに行けないみたいで、でこの状態ってコマーシャルくっついてるのかどうなのかっていうのをちょっと気になったりしたんで、もしあくっついてるよって見ててね、知ってる人は教えてください。というとこで、ぜひ、あの、チャンネル高評価、チャンネル登録、 よろししくお願いしますこれが増えていくとその露出が増えていくのでぜひそこはご協力よろしくお願いします。というところで、まあ、また気が向いたらぜひ遊びに来てくださいね。じゃあまたね